どうも、ボビーやトレザーのボビーです。今日はですね、11月の20日ですね、第80回目の配信になります。それでは、オープニングムービーをどうぞ。どうも、ボビーやトレザーのボビーです。大阪のですね、ボビーやトレザーのアトリエからライブでお届けしております。ね、今日も早いですね。今日11月の20日です。あともう10日でですね、もう12月ですよ。ね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、そんな、昨日はですね、何をしてたかですね、昨日、19日ですかはね、外からの配信でしたけども、アベノハルカスというところでね、行ってきました。地上約300メートルのね、ビルのですね、のっぽなビルがあるんですけどね、そこからですね、インフィオラータっていうですね、花とね、カーネーションかな、うん、と砂絵を使ってですね、一枚のめっちゃでっかいねアートをですね、作るお手伝いに参加しておりました。ね、ほんと程よく何ですか、筋肉がですね、躍動していますっていうか、今日はねいろいろここに筋肉がついてますよって感じのになってますけどね、そんな感じで。アトリエでですね、バタバタやってます。まあ、いつもはですね、昼のね、12時ぐらいに配信してるんですけどね、今はもうこの時間ですよ。ね、なんか今日午前中からバタバタし直してね、そういう時に限って、いろいろ電話いただいたりとか、いろいろお問い合わせいただいたりとかね、ありがとうございます。で、まあ、そんな感じで、この時間でね、まあ、配信させていただきます。第78回目、おとついね、ちょこっとね、お知らせしたんですけども、ですね、まあ明日から3連休かな、世間ね。で、僕はですね、これね、リモフェスっていうんですね、オンライン上の仮想フェスっていうね、ライブイベントです。コンサートですね。まあ小豆島、僕はまあ生まれがですね、出身が小豆島なんですけども、小豆島のですね、同じ同郷出身のですね、ロックシンガーのですね、吉健太郎さん、吉健さんですね、吉健さんがですね、から声をお誘いいただきましてね、こういうイベントをやってますということでね、ちょこっと出ませんかということですね。でまあ、僕は、まあ、ミュージシャンじゃなしに、トーク出演って感じでね、まあまあ、打ち合わせはですね、今夜ですね、ちょっとオンライン上でですね、打ち合わせをさせてもらいますけどね、うん、まあ楽しみですね。僕、まあ、これ明日からこういうイベントがあってですね、出演の方ですね、出演のリストですね、日浦さんね、売ってますね。クラスのね、僕らの世代だったら誰もがカラオケで歌えるね日浦さんのとかね、まあその写真のね、一番上の右側のね、吉健さんでね、カタカナで吉健って書いてあるでしょ。この吉健さんとね、とても同郷の同じ出身と思えないぐらいでね、垢抜けてかっこいいですね。やっぱ噂になってましたよ。僕がまだ高校生の頃ね、爪襟を着た頃にですね、僕はアーシェイカーに憧れた頃ですよ。ですね、吉健さんが東京でね、バリバリやってるということですね、噂になってました。うん、あとはですね、勝志くんかな、僕は同じ同郷で、ね、彼は今でもすごく素朴なですね、純朴な誠実な、ね、してですね、ふるさとと向き合いながらですね、みんなのですね、心に響く歌をですね、ギターをつまびきながら歌ってます。ね、こう海が似合う男ですね。はい。そんな感じでね。で、まあ、2日目はね、この感じ。僕は、出演っていうか、まあ、ゲスト、トーク出演ですけども、22日の日曜日ね、の夕方、僕の出番は多分夕方でだと思いますんでね、それまでゆっくり、これ、YouTube でもご覧いただけるので、YouTube をね、終日つけっぱなしにしてリバフェスにロックオンしてですね、そのままこうライブとかトークとかをご覧いただきながらですね、ミュージシャンのね、間に、僕はですね、まあ僕はロックファッションですねとか、そっちの方だと思いますけどね、そんな感じでなんかこう語れればなという感じですけどもね、まあ吉健さんとかと。まあ、多分吉川さんとお話しするかもしれませんけどね。はい。なんか、まだ画面が、ちょっと固まってますね。ちょっと待ってくださいね。いけるかな？復活してるかな？いけたかな？戻ったね。こんな感じでね。まあ、僕は、夕方のね、頃ですね、ひょっこり、YouTube 上で対談すると思います。ね、それでですね、まあ恥ずかしい話、Zoom っていうね、まあみんなはね、いろいろ使ってると思うんですよ、オンライン会議とかで。僕もね、Zoom はですね、使ったりはしたこと何回かあるんですけど、それはもう今までこのパソコンをですね、買い揃えるまでに、ためにですね、この、スマホを使ってですね、僕だけこう参加してたんですね。なんかいろんなミーティング的なのに。で、まあ、やっとこうパソコンがね、新しくなったんでですね、やっと使えるなと思って。で、もうこれ、慌ててですね、Zoom のアプリかな。パソコンで使えるやつ、Mac で使えるね、iMac で使えるのをですね、インストールしたり、何かにしてですね、なんとかしてるんですけどね、今日晩ちょっとお試しでですね、オンライン会議になると思うんでね、まあちょっと、今日試しに使ってみたいなと思ってますけどね。はい。だから、そういうあたふたぶりとかですね、見ながら笑ってやってくださいね。僕が登場した時はね。うん。まあ、もう本当に、あれですよね、早いですね、1年がね、うん、あれよあれよといううちに、なんかこの間、なんかこう2020年がこの間始まった感じがするんですけどね、皆さんどうですかね、このぐらいの皆さんそんな感じしませんか、なんか気がつき、自粛が何回あったでしょ、気がつきゃ、なんていうなんかもう上着もいらんぐらいなんかあったかくなってですね、でもう夏が来て。で、まあ、今日はですね、昨日もそうですけど、9月ぐらいに戻ったような感じでね、大阪はですね、それぐらいの暖かい、っていうかもうポカポカ陽気でしたけどね、まあ、今日は降ったりやんだりのちょっと悩ましい天気でしたけどね。うん、まあその中でもね、僕はですね、このアトリエですね、大阪の下新庄のアトリエでですね、作品をですね、オーダーいただいた作品をですね、コツコツね、したり、あと、まあ、写真の整理を撮影したり、まあ、ちょっとブログが、まあ、1週間とぐらい、ちょっとね、なかなか更新できない状況なんでね、データ作らないかなと思ったりとか、いろいろやってます。ね、まあ、週末に向けてですね、まあ、なんか、連休、ね、なるんで、なんかね、皆さんもね、体調にはね、くれぐれも気をつけてですね、安心安全にね、いろんな秋をですね、こうめでてください。それからまあレザーともね、レザーを着て、ね、秋をなんかもうレーザーファッションね楽しんでもらえればなと思ってます。ね、もう音楽を聴く、でもね、こう芸術の秋ということですね。やっぱりこうロックフェス、オンラインのロックフェスをね、スマホでもいいですしね、パソコンでもいいですし、今やったらテレビとかでもね、なんかほら、ネットつながりできるやん。YouTube 見ればするやろ。それからそんなんでね、見ながら、いろんなミュージシャンのね、息吹をですね、感じてもらえればなと思います。そういうバイブスをですね、どんどん吸収できるようなね、そんな週末になればなと思います。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。